はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回もプロスピリッツやっていきたいと思います。はい、で今回はですね、はい、ドリームキャラバンの講習会をやっていきたいと思います。はい、ですね、ドリームキャラバンもなんとか10周、回りきりまして、こちらですね、エキサイティングプレイヤー第2弾ですね、こちらゲットしましたので、今回そちらの開封を、やっていきたいと思います。まあやっぱりね、欲しいのは小笠原選手なんで、そこ狙っていければいいかなと思います。さあ、ということで、まあ、まずはね、恒例の B ランク契約書からいきたいと思います。何枚あるかな。だいぶありますね。まず10件、じゃあいきましょう。まずはスキップでいきます。後藤俊太選手、佐野選手、糸井選手、陽大寛選手、吉川選手、松葉選手、阿部選手、松葉選手2枚目で、三間選手、中村拓也選手でした。なるほど。はい、で残り B ランクはあと何枚あるのかな。まだだいぶありますね。5枚ですね。では早速引いていきましょう。はい、ここもスキップでいきます。菊池選手、松田選手、糸原選手、小野選手でいいのかな、で、マギー選手、なんて読むんだろう、小野選手ですね。はい、はい、ということで続いてですね、 A ランク契約書いきたいと思います。 A ランク契約書は、全部で3枚ですね、いきたいと思います。さあ、いきましょう。 GO。スキップ、遠藤選手、阿部選手、大瀬良選手でしたね。うん、遠藤選手はいいですね。限界突破要因に確かなったはずなんで、これはありがたいなと思います。はい、こんな感じかな。さあ、ということで残りですね、あ、もう1枚あった、A ランク自チーム確定がもう1枚ありましたね。引きましょう。誰かな。お、亀澤選手いいですね。亀澤選手もね、まだ去年のシリーズ2が限界突破終わってないんで、限界突破用になるのでいいですね。はい、さあ、ということで続いてゴールド契約書ですね、いきたいと思います。ゴールドは全部で何枚あるかな。6枚ですね。10、まだ全然ある。これで全部かな。8枚ですね。いきましょう。さあ、ここでね、そろそろ S が出てくれるといいんですけれども、出てくれればいいんです。お、来たか、久しぶりに S ランク。お、来ましたね。いいですね。さあ、誰が来るかな。吉田選手、山本選手、小林選手、星選手、さあ S ランク秋山選手、はい、で唐川選手、上本選手、最後中村拓也選手でした。おお、久しぶりに S ね、前回 S1 枚も出なかったんで、これはいいですね。ほほう、先発ですね。うん、球種もなかなか多そうで、結構使いやすいかもしれないですね。これはまたいいですね。ちょっと育ててみたいなと思います。はい、さあ、ということで残り2枚、 S ランク 30% 契約書と、エキサイティングプレイヤー第2弾の S ランク確定の契約書ですね、引いていきたいと思います。まあ、S ランク確率 30% の方は、まあね、今年出てる選手で
あと持ってないのが、大野翔太選手と京田選手なんで、ね、そのあたりがぜひぜひ欲しいところですかね。で、まあ、エキサイティングプレイヤーの方はもう小笠原選手一択で、ね、ぜひ引きに行きたいなというところで、まあ、まずは S ランク 30% の方からいきましょうか。さあ行きましょう。ホームランで逆転サヨナラのチャンス。おっしゃ、来たな。ここまでいいですよ。はい、岡島選手。確か岡島選手は持ってた気がするんですよね。ちょっと待ってくださいね。楽天ですよね。Sランク1と。そうですね、あ、去年のシリーズ2を持ってますね。そうですね、ちょっと、まあ、せっかくなんで見てみましょうか。楽天の S で外野でしたっけ。よいしょ、レフトですね。ミート70、パワー68、走力72で、これが去年のやつになると、72、68、72。なるほど。若干下がってはいるけど、まあまだ全然許容範囲内っていう感じなのかな。まあ継承させてもいいし、これにあのね、称号をつければミートと走力同時にはできるかなと思いますんで、まあまあ使いやすいんじゃないかなと思います。うん、いいんじゃないですか。育てて行きましょうかね。岡島選手もね、育てていきたいと思います。はい、さあということでね、今回あの S ランク2枚でね、気分よくここまで来てるんで、最後1枚でね、あの小笠原選手を引いてね、本当にね、いい終わり方したいですね。さあということで、最後1枚引いていきたいと思います。ドリームキャラバン小笠原選手、カモン。はい、第1弾に続いて第2弾もキャッチャーでしたね。ヤクルト中村悠平選手。なるほど。ちょっと能力値見てみましょうか。ヤクルトのSランクのキャッチャーですね。はい、あでもミートパワー同値っていうのはまあいいですけど、まあでももうちょいね、やっぱりミートパワー高いといいかなっていうところではあるんですけれども、でも肩82で A ついてるのはいいかもしれないですね。まあ、前回当たったのが森選手だったんで、まあ、森選手に比べると守備はかなりいいかなというところですけれども、まあ、それに対してバッティングはやっぱり森選手の方が確実に上かなというところですけれども、まあ、あの森選手と同様育てていければなと思います。はい、さあということでですね、今回は入手順にして、はい、今回はですね、秋山選手と岡島選手と、中村悠平選手が出ましたね。今回ね、久しぶりにあのしっかり S ランク引けてるんで、まあいいかなと思います。はい、こんな感じかな。まあ、この3選手はね、またしっかり育てていきたいなと思います。ということで、続いてですね、オーダー紹介です。とは言っても、もう本当に最近全くもって変わり映えがないところではあるんですけれども、そうですね、まあ
今松坂選手をねやっとちょっと育て始めたところなので、まあ頑張ってまたまた育てていければなと思っております。うん、でまあ今年の交流戦も終わりまして、まあ今年はちょっとあんまりね、調子は良くなかったんですけれども、まあ広島だったりね他のチームも結構お付き合いしてくれてるっていうのもあって、なんとかねまあ最下位は最下位ですけれども、まだまだそこも離されずにいるなというのが現状ですかね。うん、まあまだまだ巻き返せるところにはいるのかなと個人的には思いますが、まあねこれから、まあ、まだ前半戦、オールスターまでねまだまだありますし、頑張ってほしいなと思いますね。まあ藤島選手のねプロ初勝利なんかもあったりしてね、結構面白い試合もいっぱいありましたから、まあこれからもね本当にいろんなね、いい試合を見せてくれると期待してこれからも応援していきたいと思います。はい、ということで今回は、ドリームキャラバンの報酬開封をやっていきました。まあね今回は残念ながら、中日の選手が出ませんでした。まあ今回もですね、本当にねそろそろあと2人ですからね、頑張って引ければいいなというところですけれどもね、これからも頑張ってイベントしっかり回して、ゲットしていければいいなと思います。はい、ということで今回のイベントじゃないね今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。